マドリーディスタですが、今日は乾杯です。バルサ強かったら、ね、一は絶対リベンジ。バルサもね、ずっと負け続けてましたからね。マドリーに。今日はマドリーも、なんか勝者のメンタリティみたいなのがないのかなっていう部分あったな。精神的支柱がいないのかなっていう部分ちょっと感じたな。 だからそれは今まではセルヒオ・ラモスとかだったんでしょうけど、ラモスが抜けて、今のマドリーデってことを考えると、フル株メンバーのモドリッチ、クロース、ベンゼマ、カゼミロ、そういうところだと思うんですけどね。まあ、それの精神的支柱の一人でもあった、ベンゼマがいなかったっていうのは大きかったと思いますけどね。さすがにベンゼマがおっても勝ってましたよね。勝ってたと思いますけどね。ただ、ベンゼマがいた方が脅威にはなってたとは思いますよ、もちろん。 だけど、今日のバルサが4点も取ったけど、それは間取りが悪かったっていうのもあるけど、それよりもバルサが良かった。特にアラウホですね。特に洗う方が良かった。で、それがまた右サイドのデンベレとナチュのアイソレーションを強調するし、それだけじゃなくて、デヨングとペドリの中盤としての動きも良かった。デヨングの機動力も生かしつつ、数的優位作ってましたね。 左右非対称にしてそういう意味でもういいところがいっぱいあったっていう感じでしたねバルサはまあマドリーは悪い部分があった逆にいい部分がなくてマドリーが悪い部分があってバルサが普通だったらマドリーが自滅したのかなって感じだけどマドリーが悪い部分があってバルサがいい部分あったから この喜びがあるんでしょうね。風見ろはアンチロッティのダメ采配の中でもよくやってた気がする。風見ろも今日は難しい試合だったと思うね。どういう部分かっていうと、迷、ま、い、あ、がもう出てたね。プレイにいろまあ、例えば、4141対4141のマッチアップで、ブスケツがここにいて、で、この状態の時に、ブスケツフリーにさせないっていうのが戻りリにはあった。 チームの共通だと思います。ここに関して。で、ブスケツは自分にマークが来たわけですから、ディフェンスライン担当してるはずのトップがこっちまで来たわけですから、当然こっちにボール出しますよねと。で、こうなった時にモドリッチがもう一度行くんですよ。センターバックに出させて、そこからの プレスで、クロスも出ていってっていうのでやってるんですけど、まあクロスが出ていった時にここのデヨングがですね、入るっていうのが何回もありましたんで、途中から出ていけない場面も増えてきたっていう時に、ここでパスが例えばピケに渡ってブスケツへのパスがあるなっていうところで、風見ろがちょっといってたりしてたんですよ。でもそうなったら、バイタルが出てきますよね。そしたら、ファルソネベタイプのデパイとかを入れた方がいいよって前半の時点で言ったんですけど、その状態になるんですよね。風見ろがここでいっちゃうと。 だから、じゃあどうすればよかったのかっていうのに、いい解決策が出てこないですよね、ここで。だけど、シャビバルサはまだまだ仕上がってないなっていう風にアンジェロッティ踏んだんだと思います。プレッシャーをかければ取れると思ったんだと思います。だけど、シャビバルサの成長はアンジェロッティの予測を上回っていたと。そういうことですね。 風見ろは随所にチャンス潰してたから、いつも通り高クオリティだなと思いました。うん、そうなんですよ。要するに、さっき言ったみたいにブスケツが不利になりましたっていうので、ここにズカズカと行ってしまわないのが風見ろなんですよ。逆に言うと。それがいいとこなんですよね。風見ろの。なんだかんだ言ってやっぱ行かない。で、ここのスペースを守んなきゃいけないっていうことも理解してる。だから、対峙する敵がいないなって思っても、こうやってどこまででも出ていくっていうタイプの選手じゃなくて、スペースは埋める重要な。 っていう役割の優先度を高く維持し続けることができるもちろんここ入っていく選手に対応できるレベルではいくんですけどそれ以上はいかないということですね 風見ろは攻撃ではここでボールサーバーコードとか無駄なこと考えずに色気出さずにシンプルにクロスと戻り地いるんですねとじゃあ敵がここにマーク来てもここのスペース潰しちゃいますんで上がっときますっていうことができるで戻り地が降りてきたら敵在適所ですよねということが風見ろはできる黒子になれる完全にそれがいいとこっすねクーマン今日誕生日ああそうなんだクーマンさんおめでとうございますオープンアイ Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds i breathing in. Hold tight.